はいどうもどうも、花見屋ネクです。今日もルーンファクトリー5をやっていくぞ。前回ゲルブ溶岩ホラに行ってついに銅を手に入れたところだったが、農具のパワーアップにはまだまだ足りない。今度は早く銀が欲しいものだ。読み飛ばしちゃったけど、風花ちゃんとんでもないこと言わなかった？ちょっと聞き直してみよう。エルシェ、ガオガオ。エルシェ、働かない。エルシェ、働かない。なんて直球な発言なんだ。エルシェさん、よくレストラン経営できてるな。やる気のなさを帳消しにできるぐらい料理スキルが高いんだろうな。今日も街に落ちている石を石材にする作業が始まるお。あ、そういえば、旅館の未確認生物を夜中に探そう。みたいなイベントが進行中だったな。すっかり忘れてたよ。しょうがない。どうせ、正体は村雲さんの尻尾だったとかだろうけど行ってみよう。そんなベタな。食いしん坊キャラでもあったのか、ルーシー。大丈夫？ありがとう。どうぞ。あ、いいんですか？ありがたいな。最近は火山に落ちてた刺身とかしか食べてなかったので。びっくりしたけど、普通にモンスターじゃん。遺跡にいたね、君。操作可能になるんだ。みんなを放置して家に帰ることもできるのかな。かくれんぼで勝手に帰っちゃうやつみたいな。まあかわいそうだし追いかけてあげよう。こんなー、よく見るとがっつり下半身が見えてるな。誰と誰だ。子供組だったか。まあ子供は夜中に遊びたくなるわな。まったくもう。Thank you.
これは幽霊の正体は子供のいたずらだったと思わせておいてのやつ。バイバイ。あれ？ん？全員が可愛いイベントだったけど、他はともかく主人公のネク君はもう何十体も倒してるだろ、ああいうやつ。その後村久保さんには幽霊のことは伏せて、ひなちゃんとジュリアンが布をかぶって遊んでましたで済ませることに。おう、あ、勝負の話。そういえば勝負してたな。そっちも完全に忘れてたよ。こうしてルーシーの好感度イベントは終わったのであった。10代後半にこんな距離感近くて笑顔が眩しい美少女がいたら頭おかしなるでといった感想である。ネク君、青春してるな。いらっしゃいませ。さて、ところ変わってミササギさんの雑貨屋、最近はジャガイモを全部売っ払ったことで所持金が4万円ぐらいになったんだけど、今は農地もそれなりに埋まってるからお金の使い道がなくて何かに価値貸せないかなって悩んでたんですけど、いいことを思いついたんですよ。まずは小麦粉を大量に買う。27個ぐらい。ご購入ありがとう。また来てくださいね。そして最近買ったオーブンに小麦粉を全部ぶち込む。するとどうなるか。パンが27個できました。小麦粉からパンを作るのってこんなに簡単だったんですね。で、このパンは145円で売ることができます。小麦粉は320円で買ったので、このままでは大赤字。しかし、このパンをさらにオーブンにぶち込むことで、パンがトーストになります。このトースト、アイコンを見る限りバターもついてるね。パンしかオーブンに入れてないのに、どこから生み出されたんだ？RP が切れたので、もう一回入浴。もしかして、オーブンをこの旅館に持ち込めば、料理、風呂、料理、を高速で繰り返せるのか？完全に営業妨害になると思うけど。よし、これで、すべての小麦がトーストに変わった。で、なんで、こんなに小麦粉を加工したかというとですね。まず、小麦粉を320円で買って、145円で売れるパンに加工したわけじゃないですか。それを、さらにトーストに加工すると、なんと、170円で売れるようになります。うん、思わせぶりなこと言ったけど、普通に赤字なんだよね。ただ、これにもメリットはあって、料理レベルとファイアースキルがめちゃめちゃ上がる。
お金を払ってでも経験を積むことで圧倒的成長。それにトーストって HP と RP が全回復するぐらいには優秀な料理だし、今後はトースト漬けの生活を送るとしよう。そのうちブクブク太りそうだな、ネク君。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。